折り紙切り紙の中でも一番難しい十折りに挑戦です。十折りの場合は正方形の紙を三角形に折ってください。これをもう一度三角形に折ります。ここは折り目をしっかりとつけて一度開きます。そして1枚だけよいしょっと折って、その先がちょうど中心に来るようにしてください。ここもしっかりと折り目をつけたら、また伸ばして折り目のところに今度は先が来るように折ります。はい、今度はこの真ん中中心きちんと合わせてくださいね。この中心から、ここがちょっと難しいですよ。中心から先ほどの折り返したところの端っこに向かって斜めに折り上げます。はい、裏返してここがぴったりと線に合うように折ると、めくってたとこ戻しましょう。これで綺麗に重なって十折りができました。斜めに切ってみましょう。十折りを開くと星型になっています。切る角度を変えるといろいろな大きさの星ができます。山折り谷折りにしておくといいですよ。でもこの折り方ってとっても面倒だし、いらない線が入ってしまいます。一つ折ったら開かずにそれを型紙にしましょう。これをぴったり当てて、それに沿うように折り目をつけると、ほらぴったり重なりました。十折りの代表的なものといえば桜ですね。もう一つ赤い色紙で作ってみましょう。これは切った枠とそれから中も使います。梅の花形です。これに糊をつけて白い紙に貼っていきます。白抜きになっているところと白いところには梅の花を真ん中に貼ります。そして黄色や金を使っておしべを描きましょう。こんな風に出来上がりました。十折りができればもう後の折り方は簡単です。いろいろ試してください。